人生にサプライズをまこなりです。今回は衝撃のラスト、見ないと人生絶対損してるどんでん返し映画トップ5を発表していきます。私ね、映画めっちゃくちゃ好きなんですよ。もうかつてはもう資金調達として映画を記録するサービスをやってましたからね。感動コレクションログっていうんですけど、今でもググったら出てきますよ。まあコッパみじんに失敗しましたけどね。今も映画評論家ほどではないんですけども、普通の人よりは映画よく見ていると思います。まあ、世間からすると映画偏差値は55から60くらいはあるんじゃないでしょうか。今回映画紹介するんですけど、もうねこれを見ている方でガッチガチのね映画ガチンコ勢がいたらね、ぜひお手柔らかにお願いいたします。もしくはね、皆さんの中でこれもねぜひ見てほしいというものがあればコメントで教えてください。以前見るだけで人生が好転する映画トップ5を紹介しました。こちらも90万回以上再生されているヒット動画になってまして、もしまだ見てない人はぜひ概要欄のリンクから見てほしいなと思います。今回紹介するのはもうどんでん返し映画です。激安の殿堂みたいな言い方しちゃいましたけども、本当にねすごい映画です。冒頭から引き込まれます。どういうことってなって、主人公と一緒に物語の核心に徐々に迫っていって、もう最後の最後のラストでどういうことやべーって後ろにひっくり返ります。マジで見てほしい。私が国民にお金を払うから見てほしいです。ただ今回私がどんでん返しということで期待値が上がってしまうかもしれません。でもねこれはジレンマなんですよね。見なくてもいい映画っていうと見ないでしょ。この映画最後まで本当に全く何にも起きないけど、絶対見るなよ、絶対何にも起きないから期待すんなよ、絶対見んなよって言うと逆に進めてますよね。まあ私としては多少ハードルを超えても、それをね超えていくような作品を5つ選びました。このランキングは一般受けするものじゃなくて、もう私の独断と偏見です。評価がめちゃくちゃいい映画ランキングサイトでもうトップ5を選んできたわけじゃありません。万人がね面白いという映画を紹介しても意味ないですから。さて前置きが長くなりましたけども、全部見てほしいと思う作品なので見てくださいね。これから紹介する作品は全部概要欄にリンクを載せてますので、そちらをクリックして見てほしいです。では行きましょう。ウォッチオアダイ。どんでん返し映画第5位。第5位は女神の見えざる手です。これね最初に言っておきます、めちゃくちゃ面白いです。これねレビューサイトでも評価かなりいいんですけど、意外とね見たことないって人がね多いんじゃないでしょうか。もうねザ・どんでん返し映画っていう感じです。主人公は女性の敏腕ロビーストです。ロビーストって聞いたことあります？日本だとあんまり馴染みがなくてよくわからないですよね。ロビーストっていうのは団体の利益を政治に反映させるために政党だとか議員だとか官僚とかに働きかけることを専門とする人々のことです。例えばね極端な例を言えば、私はプログラミングスクールをやっているので、こうロビーストにねお金を払ってロビーイングの会社とかあるんですよ。そういうところにお金を払って政治家にプログラミングスクールには国が助成金を出すように働きかけてもらうみたいな、そういうことをやる感じですね。いやそんなことできんのって思うかもしれませんけども、例えばプログラミング教育助成金法案を通すときに投票が行われると思うんですけど、議員さん一人一人にプログラミング教育がいかにね大事なのかと、その重要性を説明していって理解してもらえれば賛同して投票してくれる人もいそうですよね。まあ、ざっくり言うとロビー活動っていうのはそんな感じです。この映画では大手ロビー会社に勤める主人公スローンっていうんですけど、このスローンさんがある日銃の所持を支持する仕事を断って、逆の銃規制派を支持する小さな会社に移籍します。最終的には銃を規制する方の法案を通すのがゴールです。この主人公の女性はね完全にワーキングマシンなんですよ。もう勝つためにはもう何でも利用する、もう人の気持ちとか一切気にしない、禁じて姑息な手段ためらわず使う。主人公はとにかく勝てばいいと思ってるんですよ。もうデュオみたいな思想の人間ですね。デュオがわからない方はすいません。個人的にはロビーストという仕事がね日本では一般的じゃないんで、どのように一人の人間が仕事で世論を動かしていくのかというのがすごい面白かったです。ちょっとね話はだいぶそれますけども、何か投票するときってほとんどのケースで6割近くの人はどっちでも構わないという中立派だそうです。言ってる意味わかりますか？例えば今日食べたいのは寿司か焼肉かってね人々に聞いていったら、4割の人が寿司、6割の人が焼肉みたいな感じになることあると思うんですけど、でもその実は本当に寿司じゃないと嫌だ、焼肉じゃないと嫌だって思ってる人は2割くらいのもんなんですよね。それ以外の人はその時のノリとか雰囲気でなんとなく決めてるんですよ。投票結果を操作するにはそういった実は中立な人たちをいかにうまく動かすかで決まるんですよ。今日は寿司を食べるか焼肉を食べるか、中立な人に対して
対してもうちょっとだけねこう言ってあげればいいんですよ。今は魚が一番美味しい時期ですよと、まあ、こんな感じで根回しをしておくだけでお寿司を食べたい人が8割、焼肉が2割になったりするということですよ。そう考えるとロビー活動ってめちゃくちゃ大事だと思いません？政治に関わらず根回しというのはめちゃくちゃ大事な仕事力だということです。ということでね、せっかくなんでビジネス的なことも話してみましたけど、映画とは全く関係ないんで全部今すぐ忘れてください。主人公はもう巨大なね銃の業界と戦っていくんですけど、最後にはねもう誰もが予想できないどんでん返しが待ってます。初めてこの映画のラストシーンを見た時の私を再現します。ネタバレじゃないんで安心してください。え、ちょっと待って、え、そういうこと、どんでん返し映画第4位、第4位はミストです。なんとこの映画、見たことがない人は人間やめてるのと同じ名作中の名作映画、あのショーシャンクの空にの原作者と監督がタッグを組んで作った映画なんですよ。そう聞くと期待値ぶち上がりません？さらっと内容紹介します。スーパーマーケットにいる親子、突然濃い霧の中で閉じ込められる。もし霧の中に入っちゃうとマジやべえことになる。以上です。もうねこれ以上は言えません。ただとても怖いねパニック映画だということは知っておいてほしいですね。嫌いな人もいるかもしれませんから。これはね今回紹介する映画の中で最も賛否がねもう分かれちゃう映画だと思いますね。実際映画のレビューサイトの評価もやや低くなってます。賛否両論だからです。映画はもう完全にもう二分されてます。ただ私と個人としてはもういろんな意味を込めてめちゃくちゃいい映画だと思ってます。この映画もね全てラスト15分のためにあります。これを言ってもネタバレにならない自信があるんで言っておくと、常に物事を俯瞰して客観的に見てしまう私と似たサイコパス気味の人はこの映画好きだと思います。逆に思いっきりね主人公とかに感情移入して見てしまうタイプの人はこの映画すごく嫌いだと思います。ぜひこの映画サイコパス診断に使ってください。それは嘘ですけど、あまりね登場人物に感情移入しないタイプに見てほしいなと思います。この映画のラストシーンを初めて見た時の私のリアクションは、え、うわ嘘だろ、こんな映画作っていいのかよ。どんでん返し映画第3位、第3位はメメントです。恐縮千番でございます。ぶち込んでしまいました。俺たちのクリストファー・ノーラン大監督。まさか皆さんの中でノーラン大名人を知らない人はいないですよね。この動画を出した2020年にはテネットという超大作も出ました。ノーラン先生といえばもうダークナイト、インターステラー、インセプション、確か全部アカデミー賞取ってるし、もう超有名です。ノーラン閣下の作品の特徴をあえて一言で言うと、全然意味わからんけどなんかすげえ。もうねこれに尽きると思いますね。時系列が複雑、情報量多すぎ、意味がわからない前提、矛盾点多すぎ、解説を読んでもいまいち理解できない。ちょっとねこれはもうエヴァンゲリオンに近いものがあるんですよね。私みたいな中二病の生きがいをここで教えましょう。まず劇場で公開初日に友達と難解なノーラン作品を見ます。上映終了したら、うん、なるほどね、今回はちょっとプロット甘かったねなんて分かった顔で席を立って、そのまま急いでトイレに駆け込みます。その時にスマホを取り出して、もう考察サイトをもう信じられないスピードで熟読して、もう必死で考察を読みます。そしてトイレから出て外で待つ友達にドヤ顔で解説します。いや俺さあそこ絶対伏線だと思ったんだよね。誰も理解してないノーランの思考を説明しちゃってる俺かっけー。こういう人どうです？手探りたいですよね。ノーラン提督の作品は賛否両論あります。ですが賛否両論あるがゆえにもう唯一無二の存在、それがクリストファー・ノーラン大総統なんですよ。まだ50歳ってのはすごいですよね。でちょっと本題戻るんですけど、メメントはこのノーラン監督の第2作品です。言っておきます、万人受けはしません。そして1回見ただけだともう意味不明です。でもねそれでも見てほしい。もうここで紹介終わってもいいんですけど、一応ねおまけとして概要を紹介しておきます。主人公これ10分しか記憶持たない、奥さん殺した犯人を追ってる。以上です。これだけでもね、え、10分しか記憶は持たないのにどうやって犯人探すのって感じですよね。この主人公やたら入れ墨入ってますよね。絶対日本の銭湯入れません。ほんとかわいそうです。なんか最近はシール貼ってれば入れるところも増えたらしいですけど、でもこの主人公の入れ墨はファッションじゃないんですよ。記憶が持たないから主人公は奥さんを殺した犯人に関する重要な情報を体にタトゥーで入れてるんです。やばくないですか。でも一番やばいのはこれなんですよ。ノーラン将軍はこの映画の時系列を逆向きに作ってるんですよ。つまり映画が始まると未来の主人
人公の場面から始まって映画がどんどん進んでいくごとに過去の話になっていくような作りを作ってるんです。もう一度言いますよ、主人公は記憶が10分しか持たないんですよ。昨日の出来事は覚えてないんです。昨日誰かと約束しても、もう翌日には覚えてないんですよ。もう翌日どころかもう10分で全部忘れちゃう。だから入れ墨とかメモを頼りに判断していくんです。毎回記憶ゼロからのスタートでメモだけで人間ってのは犯人探しができるんでしょうか。時系列が戻っていくってことは、映画が進むごとにその探している奥さんが殺されたその事件当日に近づいていくということです。メメント知らなかった人はここまでのね話だけですでにねもう思うことあると思うんですけど、おそらくあなたが想像しうる予測は全部外れます。ノーラン正義大将軍はもうそんなに甘くないんです。このメメントの公開は確か2000年です。その頃はまだクリストファー・ノーランはそこまでね有名じゃなかったんで、最初は11の映画館で上映されただけでした。なんですけど内容があまりにも革新的すぎて、もう私のように映画を見ても気持ちよくなっちゃう人がもう続出して、もう口コミでもうバズり散らかしました。そして11巻だけだった上映劇場が500巻以上に拡大して10週目にしてもう全米チャート8位にランクインしたんです。アカデミー賞においても脚本賞編集賞にノミネートされました。まさにクリストファー・ノーランが実力を示した作品です。この作品のラストについてはもうノーコメントとしておきます。ただね、ノーラン作品っていうのはどの作品もすっきりね解決というのはもう一作品もありません。最初に言いましたよね、あなたがこの映画をもし見たとしたら最後の感想は最初に言った私と同じです。全然意味わからんけどなんかすげえ。これ以外ありません。どんでん返し映画番外編、番外編として私のめちゃくちゃ好きな映画を紹介します。これもねどんでん返し系と言ってもいいと思います。 Once Upon a Time in Hollywood、 この映画はブラピとディカプリオ、この最強の2人組がダブル主人公です。はい、終わりです。もう世界一の顔面2枚を161分見続ける映画です。まあこれは冗談として、私はですねもうこの作品を作った監督クエンティ・タランティーノがマジで好きなんですよ。このタランティーノ監督がアカデミー賞脚本賞を取ったパルプフィクションは私が一番好きな映画かもしれません。でこのワンスアポンアタイムインハリウッドはタランティーノ監督とブラピとディカプリオってもうめちゃくちゃ豪華なメンツなんですよ。それで日本でも話題になりました。特にブラピとディカプリオは日本で人気ありますからね。実際この映画の興行収入はキルビルの次に多かったそうです。キルビルもタランティーノ作品ですね。このタランティーノ作品の特徴はなんといってもねおしゃべりと暴力です。まず異常にねもう登場人物がしゃべるんですよ。例えば他の映画だったら敵地にこう突っ込む前のこう大事なシーン直前に主人公と仲間がいきなりね本題の話とはもう全く関係のないこう口論をずっとこうやったりするんですよね。何かの伏線とかじゃないんですよ。もうただのおしゃべりなんですけど、なぜかそういうシーンがもうガンガン入ってるんですよ。でそれがむっちゃ面白いで、話してるかと思ったらもう突然もうガンガン人が死にます。グロめの描写も多いんで R 指定を受けることも多い監督です。タランティーノ監督の映画はこれはね私の肌感覚なんですけど多分間違ってないと思います。めちゃくちゃ女性受けが悪いです。結構ね中二病ノリなんですよね。はちゃめちゃやる感じがもう男ノリなんでね受けが悪いんだと思いますね。でこの Once Upon a Time in Hollywood の内容さらって言っておくと、元ハリウッドスターのディカプリオと専属スタントマンのブラピ、再起に向けて頑張る、以上です。いやもうねほんとねこれストーリーとか本当ないんですよ。目的とかもない。ロードオブザリングみたいに指輪を捨てるみたいな明確な目的があれば分かりやすいんですけど、もう何もない。最初から最後まで全く意味が分からない。何なんでしょうね。これで面白いと思わせるのが本当逆にすごいと思いますね。まあとはいえね、ちょっとね訳が分からなすぎて退屈に感じる人もいると思います。でこの映画は全てもう最後のシーンのためにあります。カンヌ国際映画祭ではもう最後のシーンの後なんと6分間のもうスタンディングオベーションが起きたそうです。もうそれを見てもうディカプリオともうブラッドピットが泣いたそうです。いや私もねアメリカだったら確実にスタンディングオベーションしてました。この映画を最後まで見た時の私のリアクションは、いや最後マジでやばい、もう監督ねやりたい放題やりすぎ。どんでん返し映画第2位はゲットアウトです。これは2017年のホラー映画です。今でもねこの映画を見た時のことをもう鮮明に覚えてるんですよね。新宿の東宝シネマで見ました。マジで怖かった。そしてね最高に面白かった。あらすじを言っておくと、黒人のアメリカ人が主人公、白人の彼女の実家のある村に行く。なんだか村の様子がおかしい、いややっぱりなんかおかしい、以上です。この映画ですね、辛口の批評家からの評価がめちゃくちゃ高いんですよ。アメリカの批評家の支持率はもう 99% だそうです。いやもう納得なんですよ。もう最高のエン
ンターテインメント作品であって、もう社会風刺作品です。というかね、第2位になって今更私気づいたんですけど、どんでん返し作品って紹介できないんですよね。一切見どころ語れないんですよ。ネタバレになっちゃうんで今気づきました。いやー、私はこれ紹介してね、マコナリとかいうやつのせいで結末予想できてしまったってなるとね、これ見てる方に闇打ちされる可能性があるんで、かなりね言葉選んで話してます。でもこのゲットアウトのオチはね、本当に絶対わかんないと思いますね。私がどんなこうほのめかし方をしたとしても、もうミスリードのさせ方がもう絶妙なんで、初めて見た人が途中でオチに気づくって人もいないと思います。この映画は新宿でリアクションのめちゃくちゃ大きいビビリのインターン生と見に行ったんですけど、彼がこの映画を見終わった後歌舞伎町を歩いていた時の様子を再現します。え、なんすかあれ、怖っ。え、怖っ、何これ、絶対は夢に出るやん。うわ。では第1位発表の前に一つお知らせです。 YouTube で話さない価値ある話を配信するマコナリインサイドストーリーズが好評配信中です。登録者1万人を超えて、オンラインサロンともし比較すると日本2位の規模になっています。興味を持ってくれた方はぜひね、概要欄のリンクから覗いてみてください。無料試しあります。どんでん返し映画第1位、第1位はセッションです。珠玉のラスト9分19秒。これはね、面白くなかったって人にまだ出会ったことがないですね。さっきのゲットアウトは怖い要素がねちょっと強いんで苦手な人はダメなんですけど、もうセッションは狂気じみた人間、これがテーマになってるんで見れない人はいません。アカデミー賞で助演男優賞、編集賞、録音賞の3部門に選ばれてます。セッションのあらすじを簡単に言うと、世界的なジャズドラマを目指す主人公ニーマン、主人公は名門音楽学校で伝説の鬼教師フレッチャーの指導を受けることになる。体罰教師フレッチャーにボッコボコにされる、そして引き続きボッコボコにされる、そして最後にまたボッコボコにされる。以上です。主人公はもう世界的なねジャズドラマーに憧れているわけですよ。他のことを全て犠牲にしても世界的なジャズドラマーになりたいと、そういう人間です。でこの主人公のニーマンが一人でこうドラムをねこう練習していたら、ガダーンって伝説の鬼教師フレッチャーがいきなりやってくるんですよ。お前明日練習に来いって言われるんですよ。見てください、この人やばくないですか。もうね、スキンヘッド、黒 T、 黒ズボンはダメ、絶対怖い。これでねタオル鉢巻き巻いてたら100% 人気ラーメン屋の店主ですね。カップ麺の表紙いけます。ちなみにこの鬼教師の俳優さんはアカデミー賞助演男優賞を取ってます。本当に怖いんですよ。名演技だと思います。この音楽鬼教師フレッチャーは最初はねもう緊迫感があるくらいなんですけど、主人公がバンドに加わって失敗した時にもうカジュアルにフンって椅子ぶん投げてくるんですよ。わかります？椅子ですよ。もうチョークじゃなくて椅子をぶん投げてくるんですよ。当たったら怪我しますよ。それで椅子ぶん投げたのにいきなりバーってねぶち切れるんじゃないんですよ。俺がなんで今椅子を投げたかわかるかって聞くんですよね。怖すぎ。でも職場とか部活のコーチでこういう人いますよね。俺がなんで怒ってるかわかるとか言う人、もうね典型的な関わってはいけない人ですね。このニーマンはこの鬼教師を目の前にして一生懸命ねドラム叩くんですけど、もうテンポが何回あっても合わなくて、フレッチャーにお前叩かなくていいからもう口で1、2、3、4って数えてリズムを取れって言われるんですよ。でフレッチャーは一生懸命声を出して1、2、3、4って数えるんですけど、この1、2、3、4の4のところで違うぞってもう顔が吹き飛ぶほどビンってされるんですよ。なんで1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3みたいな感じなんですよね。新しい楽器かよって感じなんですけど、もういじめですよね。いやこれ実際やられると怖いですよね。泣きます。自分も中学の頃バスケの練習試合中にビンってされてコーチに鼓膜破られたことあるんですけど、もう怖さ分かります。思いっきりね体罰をこう振るわれ続けると悲しくないのに、もう自然とこう涙が出てくるんですよね。やられたことある人は分かると思います。あれね、人間のなんか防衛本能なんだと思います。ちなみに私が鼓膜を破られちゃった時は、母親曰く父親が次の日にブチ切れて校長室に怒鳴り込んだらしいです。まあ体罰は絶対ダメですよね。今はねすぐ問題になるんでかなり減っているそうですけど、まあ健全な時代になりましたよね。はい、そんな感じでフレッチャーは主人公に対して超厳しい体罰怒鳴り指導をやります。もう指導というかね、もうこれ虐待なんですよ。もう精神ぶっ壊れておかしくないくらいのプレッシャーをもう与え続けます。そして主人公ニーマンはもうイカれていくんです。でもニーマンは世界的なジャズドラマになりたいと思ってるからフレッチャーに依存していくんですよ。もう評価されてない自分がもう悔しくてもうブチ切れてもうドラム拳で破壊したりするんですよね。もうよしきかよっていう、狂気じみてますよね。この作品はジャズバンドがテーマなんですけど、ジャズとかね全く興味がない人でも全然大丈夫です。ちょっと今回この動画を作るにあたっていろいろ調べたんですけど、なんか調べたところによると本気でジャズバンドをやってる人からしたらね評価激悪の作品らしいです。実際はそんなこと絶対にありえないみたいなマジレス指摘がたくさん書かれてました。個人的に面白かったのが楽器を壊すなっていうコメントですね。まあ正論すぎて何も言えないですね。まあフィクションのね映画にあんまりマジレス
定するのもどうかと思いますけどね。それで言うとボクシング映画のロッキーとかね、もう最初ひどいですよ。もうなんかもうこんなぶん殴り方してるってそんなありえねえだろっていう。まあフィクションはねフィクションとして見た方がいいですね。でこのセッションという映画、最後までね主人公がもうボコボコにされて終わりじゃなくて、最高のラストが待ってます。もうラスト9分19秒を映画館で見終わった時に私はこう思いました。うわ気持ちいい。ということで今回の映画紹介いかがだったでしょうか。もうどんでん返し映画はね実は他にもたくさんあるんですよ。シックスセンス、ファイトクラブ、ユージュアルサスペクツ、シャッターアイランドみたいなね、他にもいっぱいね素晴らしい作品あるんですけども、今回はもう独断と偏見でトップ5を選びました。もしね私の紹介で見てみたいなと思ったものがあればぜひ見てくれると嬉しいです。ではいくつかお知らせの後に今日紹介した作品をもう一度おさらいします。私の経営するギブでは日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアに確実になって人生を変えたい方、ぜひ無料カウンセリングに参加してください。もしくは教養としてテクノロジーを学びたい方もそのためのコースがありますので大歓迎です。ぜひこちらもカウンセリングに来てくれると嬉しいです。オンラインでも受講することができます。あとはねいつも私の動画を見てくださっているのにまだチャンネル登録しない方、ぜひ忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。ではおさらいいきましょう。今回は衝撃のラスト、見ないと人生を損しているどんでん返し映画トップ5を紹介しました。第5位は女神の見えざる手、第4位はミスト、第3位はノーラン監督のメメント、番外編としてタランティーノ監督とブラピト・デカプリオが出ているワンスアパータイムインハリウッドという映画を紹介しました。第2位はゲットアウト、第1位はセッションです。今回紹介した動画は全部概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそこからもう今日今すぐに見てほしいです。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。これからも皆さんの人生に役立つ話を配信してきますのでよろしくお願いします。もしよかった方は高評価コメントをいただけると非常に嬉しいです。もしくは Twitter にシェアしていただけると非常に喜びます。皆さんのおすすめ映画もコメント欄に書いてくださいね。これからも頑張って動画作っていきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。